皆さんこんにちは、溝部ひかるです。今日は誰でも簡単に作れるフルーツヨーグルトパフェを作っていこうと思います。時短でとっても簡単でヘルシーで美味しいです。ではスタート。まあ、こんな感じです。フルーツとヨーグルト、今回は豆乳ヨーグルトにしました。そしてコーンフレーク、フルーツグラノーラでも大丈夫です。そしてフルーツソース、今回はイチゴ味にしました。そしてコップです。今回は何といってもこのコップに入れていって作っていこうと思います。コップはなんか可愛い入れ物買おうと思ったんですけど、最初でもどんな時でも作りたいなと思ったんで、家にあるコップで作っていこうと思います。それでは作っていくよ。まず最初にヨーグルトを入れていこうと思います。ヨーグルトは何個もの層にしようと思っているので、どのくらいかな、スプーン6杯ぐらいかな、6杯ぐらい入れてください。こんな感じ、結構入れちゃって大丈夫かも。こんな感じです。次にフルーツソース、いちごの入れていこうと思います。フルーツソースは結構たっぷりめに入れないとあんまり見えない気がする。あ、待って、下にいちごヨーグルトにしよう。いちごヨーグルトにします。この中で混ぜちゃう。あ、いちごヨーグルトの方がいい。よし。あ、めっちゃいい感じだ。オッケー。あ、いい。どうですか？めっちゃいい感じじゃない？いちごヨーグルト。よし。そして次に、フルーツ、具沢山なフルーツを入れていこう。じゃあどうしよっかな。じゃあまずパインから。なんか多分写真映えするなら、コップの外側に並べていく感じにした方が写真映えすると思うよ。外側に並べていく感じかな。こんな感じ。パイン。じゃあ次にオレンジかな。オレンジをパインとパインの間に、よいしょ、オレンジかな。こんな感じで、オレンジの方が見えちゃってる。パインが漏れてきた。よいしょ、オレンジを並べました。そしたらヨーグルトをまたかけていきます。待って、溺れちゃうよ。パインが溺れてしまった。こんな感じかな。3倍ぐらいかな。上にかぶせてください。そしたら、コーンフレークを入れていきます。コーンフレーク、どのくらいでは。今回家にフルーツグラノーラがなかったんで、コーンフレークを代用します。フレーク、フルグラでも、なんか最近抹茶味のフルーツグラノーラとかきな粉のとかあるじゃないですか。いちごのやつとか、あと低脂肪のやつとか、何でも大丈夫です。いろんな味の方が楽しめていいかもしれない。こんな感じでコーンフレークを入れます。そしたら
バターヨーグルト3層目かな、上にかけていくよ。なんか下にヨーグルトの下にコーンフレークがあった方がなんかザクザクするし楽しい、食べてて楽しい気がします。お、全部かけました。こんな感じ。フルーツが全然見えない。いいや、お楽しみってことで。そしたらフルーツ最後の最後に乗せていきます。フルーツを今回マスカットとブドウを冷凍しておいたんですけど、冷凍した方が何だろう、食感が楽しめる気がします。だからいつも冷凍します。もうこれは自分のセンスを信じて乗せるしかない。どうしよう、配置どうしよう。ブドウめっちゃでかいめっちゃでかい。え、どうしよう。え、うん、え、怖いな。よいしょ、パリ乗せようか。こんな感じかな。見えるかな。こんな感じで乗せました。こんな感じです。下にパインが隠れちゃったんですけど、お楽しみってことで。あといちごヨーグルト、フルーツソースとコーンフレークといっぱいフルーツです。こんな感じだよ。みんなどうだった？簡単そうだった？お、簡単そうだった。友達と作ってもいいし、セルフいっぱいしてインスタとかツイッターとかに上げてもいいし、家族に作ってあげたりしてみてね。バイバイ。